ポキッズプログラムのうさぎコーチです。前回の動画はご覧になりましたか？今自粛解除となりましたが、まだまだ思いっきり外で遊ぶことができません。少しでもみんなの力になりたいと思い、自宅で2人でできる運動遊びを作成しました。よーく手を洗ってからやってね。今回はうさぎコーチとお猿のお友達と2人で運動遊びをしよう。まずはティッシュを2枚用意します。それを高いとこからお父さんお母さんに離してもらいましょう。行きましょう。地面に落ちる前につかめたかな。今度は3枚だ。難しいかな。今度はお父さんお母さんが言った色をキャッチしてみましょう。今3枚だ。周りのものにぶつからないか気をつけてね。よし、やってみよう。